ティーツリーは、太ももか小葉のブラシの貴族の常緑植物。学名は、メロルカアルターナフォーリア。精油のティーツリー油はこの植物の歯から抽出されたもの。精油は、消毒、皮膚の問題に用いられ、スキンケア用品に配合されることもある。皮膚刺激性のあるシネオールの少ないものが医療用に推奨されている。他にティーツリーと呼ばれる植物も最初の項で、 説明する。太もも科の植物は歯に反転がありしボると精油を放出し、小バのブラシの貴族に属する種をオーストラリアでは集合的にティーツリーと呼んでいるため混乱がある。別の植物マヌカの葉を煮ることで茶ができることから、当時の探検家、ジェームズ・クックはティープラントと呼んで自家製ビールにも配合した。探検家のジョン・ホワイトは1790年の著書、 ニューサウスウェールズへの航海にティーツリーの故障が乗船員によって名付けられたことを記しており、これには本種とは異なるが同様にお茶として利用されていたエムアテンイトムと見られる植物の挿絵が描かれていた。こうして19世紀には総称としてティーツリーと呼ばれるようになった。一般名なろうー,ーバドペーパーバークティーツリーが同名のもの。他に別の種、 カヌカも t ー,ーと呼ばれることがある。精油の毒性試験や抗菌活性試験が行われているのは t ー,ーのみであり、マヌカ、カヌカは成分組成に大きな違いがあるためアロマテラピーで代用することはできない。化粧品などに用いられる T シードオイル、T オイルは椿科の植物の種子から作られる。オーストラリアのみに分布。オーストラリア東海岸の亜熱帯地域。 日光のよく当たる場所に生育し、8メートルほどまで成長する。カキは春で5センチメートルほどの筒状の白色の花が密集して咲く。先住民族のアボリジニの間では、この葉を潰して幹部につけ、上から粘土パックで大いけがや皮膚の治療などに使われてきた。西洋人は未開人の知識として、これをなかなか受け入れられなかったが、 1920から1930年代には各国で研究が行われ注目を集め、1949年には英国薬局法にも掲載される。1925年にはオーストラリアのニューサウスウェールズの科学者アーサー・ペンフィールドが体系的な分析を発表し、この地方には30の蒸留機が設置された。1930年までにオーストラリア T3 オイル社が メラゾルという製品を、調剤、1930年代には、メラゾル、水溶性混濁液のティートロルという故障で、医師も使うようになった。特に、第二次世界大戦では、ティツリー油が、オーストラリア兵の救急箱の常備薬だったが、合成薬品が登場してから注目を奪われた。1950年代には上流機は3つしか、稼働しなかった。その後、 伝統医学への関心の高まりと副作用が比較的少ないことから近代的な医療からも注目が再燃した。抗生物質の使用によって耐性菌が生じる問題は21世紀になり大きくなってきたが精油は耐性菌の出現にほとんど影響しない。ニューサウスウェールズの北部ベリナのバンガワルビン、川周辺の沼地に T3 の木が分布しているが、 1976年には、サーズデイプランテーション社が再開発を行い、最高品質の木を栽培している。1985年には、生産量は10トンだったが、1990年には60トンとなり、1998年には、需要は700トンとなった。使用例、T3 生油は、プラスチックに吸収される。太もも化の植物は、自然に、 科学種が生じてしまうため、産地による成分の差が大きく、同じ t ー,ー油でも薬効に差がある。オーストラリアには精油の品質規格があり、成分調整が行われ質は比較的安定しているが、ニュージーランド産は製品ごとの成分の差が大きいため、アロマテラピーに利用するのは難しい。医療用では、成分のテルピネンマイナス4オールは30%以上が求められ、一方で、 シネオールには、粘膜と皮膚への刺激があるため含有量が多いものは、傷や皮疹には、不向きなため、少ないものを、医療用に使うべきとされ、イギリスやオーストラリアでの規格化につながった。高品質なものでは、テルピネンマイナス4オールは35%を超え、シネオールは5%未満となる。オーストラリアティーツリー産業協会は、テルピネンマイナス4オール30%以上、 シネオール15%未満という基準を満たしている場合に証明書を発行している。前日の最高品質の木を栽培しているベリナで生産された精油では生産者はそれぞれ36%以上、7%以下を保証している。自然界には珍しいビリジフロレン、ベータテルピネオール、エルテルピネオール、アリヘキサンサンエステルを含む 健全な皮膚を損傷せず毒性はないとされてきた。シネオールに対してアレルギー反応を起こし得る。アレルギーの有無を確認するためのパッチテストでは、手の内側など目立たない部位に原液を塗り、1時間ほど待ち、アレルギー反応があるなら、希釈するか、使用を諦める。皮膚観察性が近年数多く報告されている。T3 に含まれるシネオールによる過敏症は、 一般的であり、オーストラリアの精油の規格では、シネオールの含有率を低く設定している。また、精油のアレルギー性過敏症は30症例以上報告されており、新鮮な精油でも弱い作用であるがアレルゲンとなりうる。光酸化作用で生じた分解産物はアレルギー性接触皮膚炎の発症原因になると考えられている。また23ヶ月の乳幼児で、 市販の精油 10ml 未満を経口摂取した際に30分後に錯乱状態になり歩行困難になった例がある。内服による人麻疹、甲虫急増加症、倦怠感、眠気の報告もある。シネオールの含有率が高い精油にはユーカリ油と同様の毒性を示すものもあるが、ユーカリ油では呼吸障害、昏睡の他に死亡例も報告されているため注意を要する。 ペット向けアロマテラピーで利用されており、動物の中毒事故も多い。t ー,ーをはじめとする、小バのブラシの貴族の声油を、犬や猫といったペットに外用した際の中毒症状が、獣医師により多数報告されている。典型的な症状は、鎮鬱、衰弱、強調運動失調、筋肉の新鮮で、死死の麻痺も見られる。オーストラリア t ー,ー産業協会は、 ラットの半数値資料 LD50 を1.9から2 6ミリリットル、キログラムとした。ありがとうございます。